はい、小林です。今回は成功するための考え方をお伝えしていきます。前回は自実についてお話ししてきました。後半部分は他者との協力になります。まずは前半の自立をしなくては何事もうまくいきません。まだね、前半を見ていない方はそちらの動画をチェックしてください。はい、で、今回お話しする内容は第4の習慣、ウィンウィンを考える。第5の習慣、相手を理解する。第6の習慣、シナジーを作る。 第7の習慣、はおとぐについいてて解説していきます。ではですね一番最初のウィンウィンを考えるっていうことをねお伝えしていきたいと思います、まあ、こちらはですね1から3章で考察した私的成功の領域を得てここからは人と人が力を合わせて結果を出す、ね、公的成功の領域に入っていきますなんで第4から第6の習慣を身につけると相互依存の関係を効果的に 気づいていてける、ね、ウィンウィンとは全ての人間関係において必ずお互いの利益になる結果を見つけようとする考え方と姿勢です。ね、なんでウィンウィンのパラダイムは人生を競争の場ではなく協力の場と捉えウィンウィンの考え方を発展させたものとしてウィンウィンはノーダイヤという考え方もある。これはどちらかかが妥協する 解決策がないならばどちらの方法も取らないという考え方ですウィンウィンを成り立たせるためには人格人間関係協定システムプロセスの5つが必要となりますで人格においては相互が第1から第3の習慣で取り上げた人格を築き全ての人が満足することができるという発想を持つことが大切ですで、 第2の人間関係というのは相互の信頼残高を積み重ねて築き上げるものですで第3の協定とは相互に期待することを明確にするウィンウィン実行のためのものですで第4のシステムとはウィンウィンの行動が評価される仕組みですウィンウィンを推奨すると言いながら報酬の仕組みはウィンローズになっているケースもありますそうするとウィンウィンの関係は成り立たなくなってしまいます 第5のプロセスは第5、第6の章で取り上げるウィンウィンの本質はそのプロセスと強い相関関係があります。ウィンウィンのプロセスを踏まずしてウィンウィンの結果に到達することはできません。なので目標がウィンウィンならば手段もウィンウィンでなければなりません。簡単に言うとですね ウィンウィンっていうのは常に敗者と勝者が生まれる関係はやめましょうっていうことなんですねすべての人が得する案を考えるもしすべての人が得をしなければそれはやらないっていう考え方なんですうん、まあ、ビジネスの場とかねやっぱそういうところでしっかりとですねこういうふうにウィンウィンを考えるうんこれって組織運営とかすべてにおいてウィンウィンを考えられればいいね組織になっていくっていう考え方ですはい 第5の習慣はまず理解に徹しそして理解されるまあこれ相手を理解するっていうね章になりますでこの章ではウィンウィンの関係を築くために重要になってくるまず理解に徹しそして理解されるための傾聴方法について学ぶ章になります私たちは自分の過去の経験を相手の話に重ね合わせてしまう傾向があります そのため人の話を聞きながら同意したり反対したり自分の視点から質問したり助言したりしがちになってしまいますただそうすると相手は理解されたと感じられなくなってしまうんですね結果として自分のことが相手に理解されることもないんですなので特にですね親子のコミュニケーションなどでよく見られる特徴なんですけど話の聞き方のレベルで最高レベルのスキルは共感による傾聴です これは、相手を理解しようと聞くことであり、相手の身になって聞くことであります。で、共感による傾聴を身につけるためには、下記のステップが必要です。まず第1段階は、相手の言葉をそのまま繰り返すことです。で、次の段階で、相手の言葉を自分の言葉に置き換えることです。そして第3段階は、相手の気持ちを言葉にすることです。で、最後に第4段階は、第2段階と第3段階を組み合わせたものとなります。 すなわち相手の言葉を自分の言葉に置き換えると同時に相手の気持ちを言葉にするのです。ね、そうすると第4段階の傾聴スキルが身につけば相手は自分の助言を受け入れやすくなる話し方を聞くことができます。まあ、例えばねあの「最近つらいんだよね」あ「あ最近つらいんですか」ってね、まあ、一番最初は相手のね言葉を繰り返します。 で次の段階ではどうしてつらいのとかねうん、いうようなところで聞いてさらに第3段階では相手がね何々をしてつらいんだうん、そうしたら何々してつらいんだってうん。そして相手のね、言葉でね何々さんはね、何々をしてつらいんだねっていう言葉をしてあげるとあこの人はね私の気持ちを理解してくれたとうん、そういう風に 相手が思ってくれたときに初めて自分たちとねコミュニケーションが取れるようになるんですよって。うん、だから辛いんだって言ったときにね、あの、なんか助言したいとかね、そんなのね、あの大丈夫だよとかって言っても意味がないんです、うん。まずは相手の気持ちがなんで辛いのか、なんでそういうふうに思っちゃったのかなっていうところをまず徹底的にね、聞いてあげなければね、相手が心を開いてくれることはないですよと。うん、だからねあの、ウィンウィンっていうね、さっきの 第4のね習慣でやったねウィンウィンっていうところをきょう構築するためにも重要な考え方で相手の悩みを隠し部分までなんでねあこの人はそういうふうに思っているんだろうってねその気持ちまでをしっかりと組み取ってあげることが、まあ、相手を理解するってところにつながってウィンウィンのところにも、ね、つながっていくってところになりますでこれができると第6の習慣のシナジーを作り出すっていうねところに入っていきます ね、でシナジーっていうのは人生において最も遂行な活動である他のすべての習慣の目的とするものですでシナジーって簡単に言えば全体の合計は個々の部分の相場によりも大きくなるということなんですけどね1プラス1が3にもそれ以上にもなるっていうことなんですよで各部分の関係自体が一つの部分として存在し各所の役割を果たします それが人に力を与えて人々の力を一つにまとめる上で最も重要な動きをするのがシナジーです。でシナジーっていうのは高い、ね、信頼残高とウィンウィンを考える姿勢とまず相手を理解しようとする努力これらが相まってシナジーを作り出す理想的な環境が出来上がります。でシナジーを作り出すコミュニケーションでは相互がそれぞれ出す最初の案よりもいいね第三の案を生み出すことができます。 お互いの違いを尊重することがシナジーの本質でありますそして逆説的に聞こえるかもしれないんですけど違いを受け入れて尊重するためにはお互いが自立していることが必須ですお互いが自立しているからこそ他者を知的感情的心理的に違う存在として尊重できるようになるのですなんでやっぱ一番最初に第1のね習慣から第3の習慣でまず自立をしなければこの第4第5第6っていうのは 一切使い物になりません、うん、これいくら知ったからといってもまず123ができてなければ456っていうのは全くね使えないんですよなんでかって言ったら自分が良ければいいやだとかね自分がどういうふうに生きていきたいかとかねそういうことが分かっていない人が他者をね理解しようとかいろいろなことをやったとしても全然使い物にならないんですよ、うん、なんでまずねウィンウィンの関係を目指し相手に耳を傾けたら でできることなんです、ね、相手との違いを尊重し歓迎すること、うん、それをやってまあ変な話ね私にはこういう A という考え方がありますよ僕には B という考え方がありますよじゃあ A と B のいいところをしたら C とか D とか E ができるねってだからもうある意味 A さんと同じ意見ですっていうのって 1+1 が1じゃないですか全然いいアイデアなんて浮かばないんですよ。 もう A と B のあここの A のこの足りない部分も B のこの足りないあのアイディアで補ったらもう C とか、ね、D とかになってすごいいいアイディアができていってもう A さんだけでは作れなかったものがもう B とか、ね、C さんのアイディア、D さんのアイディアですごいねもう掛け算式に、ね、いいアイディアが生まれていくこれがシナジーを作り出すっていうことです。で それがでできたら終わりじゃないんです。これね、第7の習慣っていうのは、まあ、もう結構細く、もうこれは一番最後に来るものですよっていうところなんですけど、歯を研ぐっていうね、ところになります。で、これ、最新・再生のプロセス。まあ、最新・再生っていうのは、もうね、基本的にはですね、言葉が難しいんですけど、もう常にね、自分を新しく、新しく、新しくしていきましょうっていうことです。で、このね、 6つの習慣を果たすために最も重要なあなた自身、自分自身ですよね、の価値を維持し高めていくための習慣です。具体的にはあなたという人間を作る4つの側面、ね、肉体的、精神的、知性、社会、上昇の歯を研ぐっていうと、ね、ころになってきます。肉体的側面の歯を研ぐというのは自分の肉体に効果的に気を配り、ね、大切にすることです。 体にいいものを食べて十分な休養をとってリラックスし定期的に運動する。ね、で精神的側面はあなたの核である価値観を守り抜こうとする意志ですで。これは極めて個人的な部分であり歯を研ぐ方法は人によって全く異なります、ね。この7つの習慣を書いたスティーブン先生は毎日聖書を読んだり祈ったり瞑想をすることが精神のね 最新再生になっっっっててていいるおししゃまた、ね。だから例えばね文学だとか音楽に没頭する人もいると思います。なんでそれは人それぞれです。ね、あとは壮大な、ね、自然との対話から最新再生を見いだす人もいると思います、ね。だからここら辺は人によって様々です。で、う、す、ん。で知的側面の歯を研ぐこと,ことは継続的に学ぶことです。知性を磨き 広げていく努力をすることで日頃からね知識を吸収して知性を広げていこうと思ったら優れた文学を読む習慣をね身につける以外に方法はありません。今だったら本当にね YouTube だとかね、もう本当にいろんな数多くのね媒体があります。なんでそういうのをしっかりと見て、まあ、例えばねこのコバミントンのこういうね考え方の部分のね動画を何度も何度も見返したりだとかですね、やっぱりですね、こう 聞くくっていうこともすす。ごく大切です何の話を聞くか、うんあの。エンターテインメント、ね、娯楽を見るのもいいんですけど、やっぱりですね、こうやって自分の考え方をですね、アップデートだとか、ねあの、軌道修正するっていうために、やっぱこういうね、ちょっと難しい話かもしれないですけど、こういうものをね、見て、もう毎回毎回見ないと、やっぱりですね、人間は忘れる生き物なんで、もう復習を何度もしていく。で、そのね、聞いた、 時々によって全然ね入り方も違うんですよ。なんで常にね、勉強していくということです。で、あと、社会ね、あと、社会上昇的側面の歯は日々他者と接している中で研ぐことができるため、他の側面に比べそれほど時間はかからないが、訓練は必要となります。ね。 1> で第1第2第3の習慣を身につけて自立して第4第5第6の習慣を身につけて相互依存の状態を作り出すスキルが身につけてないとなりませんよってねうんことなんですよまあだからねもう本当に時代の変化とともに自分の考え方などをアップデートね時代はすさまじいスピードで、ね、今なんてすっごいスピードじゃないですか今の、あのー、時代の流れって江戸時代の一年がもうほんと今って一日とかそんぐらいでね 時代が変わわるるって言われて言れんですよ、うん、そのぐらいのスピードで今変わっておりますなんで目には見えないかもしれないですけどもうインターネットの中ですっごい速さで変わってるんですよね、うん、だからその時代のね変化に置いていかれないように常にですねあの自分で、うん、調べる情報っていうのもこうちょっとね10年先を見据えたね時代はどういうふうに動いていくのかなっていう視点で考えながら生きていくことが僕は重要だと思います。はい ということでね、以上ね、参考になれば嬉しいですもしね、この動画がいいなと思った方は、人に紹介したり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。またね、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。